谷川学は、群馬、新潟の県境にある三国山脈の山である。日本百名山の一つ。周囲の万太郎山、千の倉山、茂倉だけなどを総じて谷川連峰という。谷川学の地形図、谷川学の頂部は二方に分かれており、それぞれ、とまの耳、沖の耳と呼ばれる。元来この山はとま沖の二つ耳と呼ばれ、谷川学の名は、 隣のマナイタイワに与えられていた。しかし、国土地理院の5万分の1地図の合気のために、トマ沖の2つ耳が谷川学と呼ばれるようになってしまった。トマの耳には薬師だけ、沖の耳には谷川富士の別称がある。抗義には一の倉竹などの周囲の三域も含めて谷川学と呼ぶこともある。谷川学は、 初級者から上級者向きまでの変化に富む登山コースを有し、ド合イ駅からのアクセスがよく取り付きまでに要する時間がさほど長くかからない位置にあり、複数のルートが開拓されたため、年間4万人を超える登山者が訪れる。危険箇所の多さと急激な気候変化が影響し、遭難者の多い山としても知られる。一の倉沢などの谷川岳の岩場は、その険しさから剣だけ、 ホタカ岳と共に日本三大岩場の一つに数えられ、ロッククライミングの聖地となっている。山麓はスキーの聖地でもあり、谷川学天神平スキー場は関東でも有名なスキー場である。一の倉沢谷川学ロープは A が登録から山陵付近までをつないでおり、冬場はスキー客と登山客が同じゴンドラで天神平を目指すことも少なくない。 山両の天神平駅のそばには、レストハウスがあり、簡単な食事も提供されている。谷川学天神平スキー場より、雪の谷川学を望む気象の厳しさから標高1500メートル付近が森林限界となり、その上からは笹原が広がり、視界が開ける。このため、比較的低い標高でも高山植物が観察できる。首都圏から近いこともあって、 多くの登山者が訪れている。遭難事故の多くは、一般登山道から離れた位置の倉沢周辺で、発生しているが、最も登りやすいとされる、天神オネリウートでも急激な気象の変化や、急斜面の続く箇所があり、森林限界以上でもあるなど、本格的な登山となるため、装備を整えてから挑むことが望ましい。遭難者慰霊碑。 谷川岳の標高は2000メートルにも満たないが、急峻な岩壁と複雑な地形に加えて、中央分水嶺のために天候の変化も激しく、遭難者の数は群を抜いて多い。遭難者の多くは市の倉沢などの岩壁からの登頂によるもので、一般的なルートはほとんど危険な箇所もなく、遭難者も少ない。1931年から統計が開始された。 谷川学草難事故記録によると、2012年までに805名の死者が出ている。世界各国の8000メートル本14座の死者を合計しても637名であり、この飛び抜けた数は日本のみならず、世界の山のワースト記録として、ギネス世界記録に記載されている。こうしたところから、魔の山、人食い山、死の山とも呼ばれる。遭難の防止のために、 群馬県谷川学草南防止条例が制定されている。1943年9月8日に市の倉沢で二人の登山者が絶壁の岩場で遭難し、しかし遭難場所が分からず行方不明として処理され、遺体はそのまま岩場に放置された。30年後の1973年5月13日に偶然、この場所にたどり着いた登山者が発骨化した遺体を発見。 ポケットに残されていた10銭硬貨や過去の記録から1943年の遭難者と判明した。5月25日に山岳クラブと地元警察により30年ぶりに下山して親族の元に帰った。1960年には岸壁での遭難事故で宙吊りになった遺体に救助隊が近づけず災害派遣された陸上自衛隊の狙撃部隊が 一斉射撃して、ザイルを切断、遺体を収容した。谷川竹一の倉沢出会いにある岩場には、多くの慰霊碑が混流されている。土合口駅近くの谷川学霊園地には、山の鎮の像が混流されている。ありがとうございます。